デトロイトビカムヒューマンは、フランスのゲーム会社、クアンティックドリームのアクションアドベンチャーゲーム。2018年5月25日に、ソニーインタラクティブエンタテインメントより発売。当初は PlayStation 4専用ソフトだったが、2019年12月12日に、Epic Games Store 上で、PC 版も配信開始された。 さらにその半年後にあたる2020年6月18日にスティーム上でも PC 版が配信開始された。ゲームジャンルはアクションアドベンチャーゲーム。主人公は3人をり、カーラ、コナー、マーカスそれぞれのキャラクターを操作する。シナリオがプレイヤーの行動、選択によって様々に変化する。時には主要人物が死亡することもあるが、 そのままストーリーが進行するのでゲームオーバーの概念はない。また、あるキャラクターの行動が他のキャラクターの主人公に対する好感度やシナリオ、生死にも影響を与えることがあり、ストーリーの分岐は非常に多岐にわたるため、オープンシナリオアドベンチャーと銘打たれている。プレイヤーに任される操作は単純な移動と、ボタンやスティック、時にはコントローラーを傾けたり、 ふったりなどの細かで独特なアクションがある。ゲーム上の戦闘シーンでは、次元式のボタン入力、クトが発生し、入力ミスなどでキャラクターが死亡することもある。プレイヤーの行動はいつでもフローチャートとして見返すことができる。また、ネットワークに接続することで、その行動を取ったユーザーの割合を見ることもできる。行動はチェックポイントごとにオートセーブされており、 コンティニューで続きからプレイが可能。チャプターのチェックポイントからプレイをやり直すことも可能。ただし、例えば、クリア後にやり直す場合、チャプター1をやり直して、別の選択肢を選んで、異なる結果を出してセーブしても、そのままでは、チャプター2以降のストーリーには影響を与えられない。その後のチャプターに影響を与えるには、そのセーブデータを続けて、 チャプター2以降を順にクリアしていく必要がある。よって、すべてのエンディングを見るには、かなりの試行錯誤が必要になる。西暦2038年のアメリカデトロイト。AI 技術とロボット工学の発達により、人間そっくりのアンドロイドが製造されるようになり、人間は過酷な労働から解放されようとしていた。それにより人類は、さらなる経済発展を手に入れる一方で、失業率が増大。 貧富の格差が拡大していった。アンドロイドによって、職を奪われた人々は反アンドロイド感情を持つようになり、排斥運動にまで発展していった。2038年8月、家庭用アンドロイドが所有者を殺害し、所有者の娘を人質に立てこもる事件が発生した。そのアンドロイドはまるで意シや感情を持つようで、変異体と名付けられた。以後、変異体は、 その一体にとどまらず、増え続けていった。変異体には、与えられた仕事を放棄し逃亡したり、中には人類からの解放を叫び、革命を起こそうとする者も,もいた。アンドロイドは単なる便利な機械なのかそれとも生きているのか人類は新たな課題に直面する。河原役のバロリー・カリート・マーカス役のジェシー・ウィリアムズ。 日本ゲーム大賞2017年フューチャー部門受賞。週刊ファミ通のクロスレビューでは9点、10点、10点、9点で合計38点でプラチナ電動入りした。ファミ通はプレイヤーの決断で様々な変化を見せるインタラクティブなゲーム体験やプレイヤーを引き込む巧みなシナリオを評価している。また、 モーションキャプチャーによる細かな表情や細部に至るまでの動きのリアルさも評価しており、クアンティックドリームの作品の中でも最も感情を移入できる作品だとしている。本作の脚本家でディレクターでもあるデビッド・ケージは2005年に発表されたレイカーツワイルの書籍シンギュラリティは近いを読んで AI の能力が20年後に人間の能力を超えるという予見に注目した。 そして人間と同じ姿をした機械がそのまま機械として扱われるようになったら面白いと考えたため本作を発想した。2012年にソニーとクーアンティックドリームは GDC でプレイステーション3用の技術デモンストレーションカーラを発表した。これは女性型のアンドロイドのカーラが製造され心を持つという7分の短編映画だった。当初は 単なるデモという位置づけだったが、これが好評だったため、その後のストーリーが考えられ、ゲーム化されることになった。2015年10月27日のパリゲームウィークのプレカンファレンスで正式に、プレイステーション4用のゲームとして発表された。開発期間は約4年間。音楽は、フィリップ・シェパード、ニマ・ハクララ、ジョン・パイサーノの3人の作曲家が起用されており、3人の 主人公のテーマをそれぞれ担当している。フィリップはカーラのテーマを担当した。フィリップはチェロの奏者でチェロを主体にした音楽を作り上げた。ニマはコナーのテーマを担当した。デビッド・ケージはコナーには電子音楽が似合うと考えたため、電子音楽が得意なニマに依頼した。ニマは独自の楽器を作り、コナーの曲を作った。ジョンはマーカスのテーマを担当した。 ジョンは合唱団を作り賛美化的な音楽に仕上げた。マーカスのストーリーに合う荘厳な音楽になった。シナリオの進行によって異なる楽曲が用意されている。シェンは2018年4月26日より、プレイステーションストアで体験版を配信開始した。この辺の物語の冒頭にあたるチャプターの人質をプレイできる。難易度はエクスペリエンストと,とカジュアルを選択可能。 必要容量は2 7 1イト。PC 版でも体験版が配信されており、まずはこれを利用してゲームが起動するか、そして起動した後はゲームが最後まで完全にかつ安定して動作するかを確認することができる。公式ホームページで本編より10年前の東京を舞台とした実写スピンオフムービー東京ビカムヒューマンが公開されている。 2028年の東京。とある高校を卒業する。主人公は図書委員として共に仕事をしてきた女性型支所アンドロイド LJ200 の元を訪れ、卒業を報告する。主人公は図書委員の最後の仕事として、彼女のデータを消去する作業を開始するが、その最中に LJ200 は感情に目覚め、あなたとの思い出を消さないでと涙を流して懇願する。 物語は、彼女のデータ消去をやめて、救うか、構わずにそのままデータを消去する、救わないの二つの選択肢に分かれ、それぞれの結末の動画が公開されている。ありがとうございます。